女性3人組おみくじを買いました。なんか雲行きが怪しくなってきた。なんかね、虫がめっちゃ飛んでたんでね、台湾天気が崩れてきます。なんかミミさん、ここでもなんか大量にお買い物どこを見るんですか？ここは大吉とか吉とか書いてないわ。書いてないよね。書いてないんじゃない？書いてないよ。そうなの？うん、ほら。しかもさ、本年は身体ともに障害なく客ごと進んで吉ではあるがって、でもう本年終わるんだけど。書いてないよね、何吉とか。多分ね、ここなんですよ、こう。あ、何違うんだ。本年はね、障害なく吉ではあるがや。なんか吉とか大吉とかそういう書き方じゃないんでしょうね、うん、きっと。うん、売りとして。だって、今日が出たら嫌だからね。旅行良いで出たよ、ミミさん、うん。私も。旅行良い。みんな良いじゃん。みんな同じじゃん、書いて。あ、ほら、南だよ。そう、同じじゃない？え、何これ？え、同じだよ、ほら。いや、私西だよ。いや、いやいやいや、私とラーザンが一緒なの。番号もね、全く同じなの。内容もほら、本当だ。違うじゃん、小泉さん12番、うん、ねえ、私はね、夫婦の、ね、どう思う？でもね、私困るんだけど、夫婦の場は人道のなんとか。逆だった。今更旦那に連絡しろってこと？あ、してみ。ほら、縁もどこで、見て、同じやつ。はい、同じと言っております。あ、今自己ライブやってんですか？いやいや、普通に動画撮って、うん、同じものですね。病気治るって出てる。頭の悪い病気も治るって言ってる。はい、ここに貼っていきましょう。いや、こんなことあるんですね。辛い。大吉がいっぱいあるよと一緒で、大吉を回る、同じの場合でしょ。あの、いいのは持って帰っていいんだよ。うん、そう。別に、いいの悪くも何もない。普通。普通だから持って帰る。これ多分普通ですよ、普通。祈れと書いてありますよ。なんて書いてあるの？信心深く生きろと。私はね、本年は、どうやって書いてあるけど、本年終わるからどうしたらいいの？信じますか。あなたは神を信じますか。もうこれ、つけるところがないくらいに気持ちいいけどね。向こうからもあるんじゃなかったよ、違うの？いや、こういうの、まあ、とりあえずこれつけないといい、うん、持って帰らないの、みんな。私持って帰る。結んだところに運気の悪い人が結んでたら嫌だから、うん、持って帰れる。分かってやめよ、私もとりあえず持ってこない。この位置から出ません。いいの、こっちから。こっちからでもいいでしょ、そういう決まりはないと思う。ちょっと怪しくなってきますね。こっち、こっち、うん、今でもギリギリ、あ、でもまだ1時前だ。予報ではこれくらい、これから降ってくる感じですよ。そう、あのね、なんか1時ぐらいから 60% とかね、書いてあるね。あ、降ってきた、手に降ってきた、こすってきた。これ何、大きいやつ、何買ったの？これ、あの、何、うちの父の会社にちょっと置くやつと、うちと随分大きいなと思って。なんか、うん、札みたいなやつ、なんかちょっと、あるね、弓やつ、なんか、飲む感じのやつ。うん、グローバル化してるよね。大事さがね、一だけでね。あ、そうだ。なんか声がする。虫がなんかあっちの辺で鳴いてる。
第4拍手一応、うん、ひんやりしてるね。ここにね、ウサギがいるの。え？ウサギ？うん。これ。なんでウサギなんだ？こう、コンテンツをね、見てるんですね。うん、ウサギは意味があるんですか？ん、多分多くにしろ見事の関係だったと思う。ウサギがほら一生懸命見てるところが可愛いね。12月さ、もうすぐ終わっちゃうけど、うん、なんかいろいろあったね。いろいろあったね。いろいろあった。まだまだ最後の日が残ってるね。いろいろあった。なんかこうすごく本当にいろいろあった一年だった。なんか見合いになってない見合い今ゴロゴロ言ってたよ。あ、違った。キャリーケースの音が雷が鳴ってる。あー、ゴロゴロがね。今日、ミミさんは私カーテンジャー開けた。何言ってんの。カーテン、あれエアコンの音だったんですよ。エアコンの音だったの。雨がすっごい土砂降りみたいな音がしたんです。雨です。雨降りました。やばいやばい。
ではでは一応一旦切ります。